浄化カレーは、大分県早見郡肘町で漁獲されるマコガレーである。浄化カレーや、浄化ガレー等と表記されることもあるが、ブランド名としての正確な表記は、浄化カレーである。浄化カレー日出町は、別府湾に面する高台に立つ、日出城を中心とする肘藩の浄化町であった。この城の下にある海岸付近では、海底の数カ所から清水が湧き出て、付近の海域は、 塩分濃度の低い汽水域となっている。このため、この海域で海水性、淡水性のプランクトンを食べて成長するマコガレイは泥臭さがなく味は淡白かつ上品であることで知られており、城の下で採れることから浄化カレーと呼ばれる。浄化カレーは肉厚で頭が小さく尾ひれが広くかどばっていないといった形態上の特徴を有し、他で漁獲されるマコガレイと区別される。 その美味は古来より知られており、江戸時代には武士しか食べることができなかった。また、肘藩では丹後の節句の全員途場の際に浄化カレーの料理が出され、そのために4月頃から一般には禁料にされたとも言う。浄化カレーは将軍への献上品とされて陳調されていた。通常は参勤交代の際に干物が献上されていたが、順年には、 単語の節句に間に合うよう、生きた浄化カレーを池すを備えた船や早馬を用いて、江戸まで運んだと言われる。毎年5月には、肘町で浄化カレー祭りが開催され、浄化カレーを通常よりも手頃な価格で味わうことができる催しもあるが、人気のため毎年競争率が高い。ゴールデンウィークの時期には、観光客が多く、価格も高騰するため、 浄化カレー祭りの時期を避けて、浄化カレーをランチセットで比較的安価に提供している料理店に行くのも一つの方法である。浄化カレーの刺身を美味しく食べることができるシーズンは、産卵に向けて肉好きが良くなる4月から9月頃にかけてである。特に5から7月頃は最も味が良くなる時期と言われている。調理法としては、刺身、寿司、水物、天ぷら、唐揚げ、 南蛮漬け、煮付けなどがある。刺身は梅酢を使ったタレで食す。肘町におけるカレー類の漁獲量は昭和50から60年代には100トンを超えていたが、近年は大幅に減少し、20トン以下で推移している。この内マコガレーは1から2割程度である。漁獲量減少の原因は、はっきりしないが、藻場の減少、海水温の上昇。 護岸工事による産卵場所の消失等が考えられるという。大分県では1968年から稚魚の放流に取り組んでおり、2000年からは肘町や別府湾岸の大分市、別府市、木月市の産地と共同で稚魚の中間育成、放流を行っている。また、肘町ではアマモ場の再生にも取り組んでいる。上下海岸にある高浜巨市の区比。 木下健二郎が1937年に表した俗、属、微ウシ心では、日本国内の名物料理8種の一つに挙げられ、この魚の特徴は、肉質柔らかく、色が純白で、少しの生臭さもないことである。これを刺身にすれば光沢があって、青水晶のごとく、香味唯一にして確かに魚介の首位に押すべきであると、称賛されている。 高浜巨子は、肘町を訪れて浄化カレーを賞味した際に、海中に、増水は来て魚育つという句を残しており、浄化海岸にはこの句の句碑が混流されている。浄化カレーを供することで有名な西室町の料亭、安土荘では、皇室、並びに、各界の多くの著名人が訪れている。その中には、松本清張、芝良太郎、小林秀夫、 江藤をあらもなを連ねている。森高千里の代表曲の一つである、ロックンロール県庁所在地の歌詞に、浄化カレーが登場する。ありがとうございます。